んにちは。いよいよ待ちに待った夏休み、皆さん遊ぶ準備は万端ですか？今日は家族みんなで夏を楽しむアイテムがいっぱいのあちらのお店に行ってみましょう。それでは週刊夢ひろナビスタート。週刊夢ひろナビ、今日ご紹介するのは夢タウン広島3階おもちゃの青木。創業135年の老舗おもちゃ専門店。店内は昔ながらの街のおもちゃ屋さん。いるだけで楽しいワクワクエキサイティングなワンダーランドをコンセプトに、お子様に実際に遊んでいただける体験型スペースをあちこちに配置しています。赤ちゃんの知育玩具から人気のおもちゃ、テレビゲーム、プラモデル、おなじみのキャラクターグッズなど、店内はおもちゃでいっぱい。その中には夏を楽しむのに欠かせないあのグッズもたくさん揃っていますよ。増田店長にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は夏を楽しむグッズをご紹介いただけるということなのですが、まずはやっぱりこれですよね。はい、こちらです。海やプールに欠かせないアイテムをたくさん取り揃えております。夏休みといえば海にプールに浮き輪やボートは必需品ですよね。小さいお子様のいるご家庭にはビニールプールも大人気。亀やキノコ型の可愛い屋根がついたプールはお子様に喜ばれること間違いなし。キャラクター柄、花柄、アニマル柄などデザインも豊富。サイズも浮き輪はベビー浮き輪から、プールは50センチから120センチまで幅広く揃います。また人気のウォーターガンも手軽で小さめのものから大きい迫力満点のものまでたくさんご用意していますよ。妖怪ウォッチにアンパンマンにキティちゃん、やっぱりさすがおもちゃ屋さんだなという品揃えでどれにしようか悩んじゃうんですが、そんな中私この赤い札がとっても気になるんですが。はい、ただいまプール浮きは全品 20% オフとなっております。これからのオンシーズンにお求めやすいのはすごく嬉しいですね。はい、大変お求めやすくなっておりますので、ぜひ一度ご覧くださいませ。はい、増田店長、続いての夏を楽しむグッズは何でしょうか？はい、夏といえばやっぱり花火です。夏の思い出作りに欠かせないのはやっぱり花火。打ち上げ、吹き出し、手持ち、パラシュート、キャラクター花火など種類も豊富。セットの花火はご家族ご友人など揃って楽しむのにおすすめです。増田店長、ここにもさっきと同じ赤い札があるんですが。はい、花火も全品 20% オフとなっております。大変お求めやすくなっておりますので、ぜひ一度ご覧くださいませ。この他にもおもちゃの青木ではお盆に個人の冥福を祈り灯される盆提灯の展示会を開催中。ひな人形や五月人形など節句人形商として創業した青木ならではのこだわりの盆提灯をはじめ、デイゼントやカゴ盛りなど初盆をお迎えになる皆様へ真心を持ってお手伝いさせていただきます。ぜひご来場ください。おもちゃの青木では大人から子供まで楽しめるアイテムをたくさん取り揃えております。夢タウン広島3階おもちゃの青木で皆様のお越しをお待ちしております。